メゾンカイザーで買ったこのホワイトチョコのパンと、これはレーズンとくるみが入ったパンを買ったので、これと一緒に朝ごはんいただきます。毎月パンダの冷凍パンがまだ残ってたので、今日はこのパンがメインです。可愛くない？火のマークがある。で、卵とチーズと生ハムとクリームチーズと蜂蜜を混ぜた、まあ、ソースかなです。いただきます。朝ごはんはこんな感じです。焼きポンデリング、実は2回目です。そしてこちらがミニオンのミニクロワッサン、あの駅とかにあるミニクロワッサンのお店で買いました。で、こっちはヨーグルトです。
は以前パン屋さんで買ったプレッツェルにクリームチーズとあと生ハムとネギを散りばめてみました。今日の朝ごはんはこんな感じです。豆乳スープを作りました。で、こっちのパンは東京で買っためちゃめちゃ有名なパン屋さんのパンを冷凍してたので、そちらを今日はいただいていきたいと思います。